石川昂弥が7回1死走者なしでヤクルト2番手木澤から左側頭部に死球を受けた。投げた瞬間にヘルメットにボールが当たる音が響き渡った。そして石川はその場に倒れ込み起き上がれなかった。監督、コーチが見守る中、担架に乗せられてベンチに運ばれた。頭部死球の石川昂弥は試合中に救急車で病院へ。試合後の立浪監督のコメント、石川について意識はある。会話もできていた。まずは石川選手の無事を祈ります。12球団で唯一吉球が50を超えているのがスワローズ。時点が46で12球団中7球団は30個台。球場の特徴的に厳しい攻めをしないといけないのは理解できますが、さすがに多いと言わざるを得ません。しかしヤクルトの投手陣は濃すぎですね。コーチの指導に問題があるのではないか。厳しいコースを攻めるのはわかるが、それは技術が伴ってこそ、やられた方はたまったものではありません。危険球は字の通り選手生命を脅かす危険があるし、長期離脱を余儀なくされ成績にも大きく影響してしまいます。ぶつけた方は翌日に何事もなかったかのように、ひょうひょうと投げてる投手もいるのだから怒りが湧いてきますよね。危険球。退場だけでなく罰金とかさらに厳しい処罰を与えてほしい。石川が軽傷であることを祈る。この間阪神梅野もやられて今季絶望やからね。ヤクルトは死球が多すぎる。しかも今年に限った話じゃないからね。インコース攻めはあくまでそこに投げられる制球力のある投手にさせるべき。その制球力がない投手なら投げさすべきじゃない。逆に死球のほとんどが外角の要求で死球になってるんならそれこそそんな投手を投げさせるべきじゃない。死球数が少ないならまだしもここ数年リーグトップクラスの死球数記録してるんだから大問題。去年の阪神道波が登板してインコース要求されても文句言わないか。要は程度の問題でやってることはそれと同じよ。その割に自分とこの青木がぶつけられたら鬼の様に怒るよね。人の振り見て我が振り直せよ。ヤクルトの死球あまりにも多すぎる。木澤の投球も技術不足。この連戦ごと試合当てられている。昨日も今日も主軸打者ばっかり当てられるものだから、首脳陣と捕手陣との統一見解としてそういう攻めをすると決めてるんだろうけど、いくらなんでも限度がある。石川選手が大事に至らないことを心より願っております。12球団1の吉球とは、相手チームとしては怖くて試合になりませんよね。石川選手が先日の梅野選手のように今シーズン絶望などのようなことにならないことを願っております。ヤクルト球団としてもっとしっかりしていただきたい。死球をうまく避けるのも一流選手と落合博満さんは言われたが、頭部死球は避けれない。しかも石川昂弥はどっしりと構えており、頭を垂れて構えてはいない。異常がないことを祈ります。怪我させた方は治療費、怪我した選手の離脱期間中の給料を相手チームに罰金として払うとかにしても良いんじゃないかね。そしたら怪我させる側にもリスクがあるから、ノーコンのピッチャーは自主的に試合で投げさせなくなる。死球は一人の選手の選手生命すら左右する可能性があるのに、今のと小怪我させた側がノーリスクすぎる。せっかく久しぶりに2ラン打ったのに、まさか戦術とは思わないが、ヤクルトがリーグ1に吉球が多いのも事実。非難されても仕方がない。岡林の連続試合安打はストップ。木下も交代。こんな日は意地でも勝たないといけないのに逆転負け。最悪の日だ。石川デッドボールの時、立浪はベンチから出てもいない。打順も守備位置も毎試合のように変えるのを見ても、彼にとって選手はただの駒か。信頼関係なんて成り立つはずもない。立浪よ、いい加減に監督の責任を明確にしろよ。